それが僕には楽しかったからの物語の意図は、リナックスカーネルの生みの親である開発者、リーナス・ストーバルズに関する滑稽な自伝である。共著者は、デイビッド・ダイアモンド。作品は、フリーソフトウェア運動やリナックス開発に関しての、リーナス自身の視点で描かれている。オペレーティングシステムの中核を担うカーネルである、リナックスを開発した、リーナス自身に焦点を当て、 その内面を描いている。Linux 誕生前の時代とその後の状況に分けることができ、Linux 誕生前については、彼がインテル8386マシンを入手した前後から、とりわけミニ n ク x や後に Linux が知名度を大いに上げるにつれて、名称論争を引き起こした GNU プロジェクトについても言及されている。後者のように、 多くの参加組織の元数百もの別々のプロジェクトによって OS 全体が書き上げるということが当時標準的とされた中、それらとは全く異なる開発形態を持つ Linux を作り出した彼の動機について本書は独自の極めて平易な言葉でまとめている。本書はコンピュータ書とも言われるが技術的な事柄はほとんど書かれていない。本書は 様々な言語に翻訳されており、その中には、リーナスの母国の公用語、フィンランド語や、その後、彼自身の第一言語であるスウェーデン語も含まれている。ただ楽しむためだけに、彼が始めたカーネルは、今や、6000万以上の人々の PC デスクトップや、それ以上の大数のウェブサーバーの OS の一部として、稼働している。ありがとうございます。